こんにちは、かよです。今日はナンバーズインの体験キットを使ってみた私が全商品正直レビューをしていきたいと思います。今韓国でとても話題なスキンケアなので気になっていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、敏感乾燥肌の私が使った正直な感想を一つずつ紹介していきたいと思います。では早速始めていきます。まず最初はこちら、0番みずみずウォーターエッセンスです。ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 4.17 となっていました。こちらは海洋深層水や海藻などが含まれていて、お肌に素早く浸透し、お肌の内側から保湿をする効果が期待できます。テクスチャーは水っぽいシャバシャバとしたテクスチャーですが、お肌になじませるととろみ感があるタイプです。サラッとしながらも保湿感があり、お肌がもちもちに潤う感じがあります。お花の香りが結構強めに感じました。こちら使ってみた感想としては、使用感はかなり良かったんですけれども、香料が入っているので私にはお花の香りが少し強く感じました。順番は洗顔後の一番最初にブースターとして使ったり、化粧水で整えた後美容液として使うのも大丈夫だそうです。続いてこちら、1番角質クリア化粧水です。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 3.87 となっていました。こちらは低刺激なファハやラファなどの角質除去成分が含まれており、敏感なお肌でも負担なく使える角質除去化粧水となります。テクスチャーはサラサラとした水っぽいタイプです。ピリピリ感や刺激は全くなく、使用後はさっぱりとした使用感です。ほんのりとアルコールの匂いがありました。敏感肌でも赤くなったりすることもありませんでした。こちら使ってみた感想としては、かなりさっぱりとしているので、敏感肌の私にはこれだけでは少し乾燥を感じるかなと思いました。またピーリング成分が配合されているので、敏感なお肌の方は少し気をつけてあげるのがいいかもしれません。順番は洗顔後スキンケアの一番最初にコットンに含ませて優しく拭き取ってから、次の化粧水や美容液の順番に進んでいきます。続いてこちら、1番漢方エキスエッセンスです。ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 4.17 となっていました。こちらはヤブランエキスが 74% 配合されていて、抗酸化作用、ツヤ、鎮静の効果が期待できます。テクスチャーは濃厚なとろみですが、なじませるとサラサラしっとりとするタイプです。漢方の香りがほんのりとありますが、全く強くないです。保湿力が高く、朝まで乾燥も気にならなかったです。こちら使ってみた感想としては、個人的には漢方の香りのするスキンケアは好きなので、こちらも栄養感がありながら漢方の香りも強くないので、とても使用感が良かったです。順番は化粧水で整えた後使用していきます。続いてこちら、2番ディープクリーン生クリームクレンジングフォームです。ファエのクレンジングフォーム部門では現在圏外、口コミ評価は 5.00 となっていました。こちらは毛穴の詰まった老廃物まで生クリームのような泡で優しく綺麗に洗い流す洗顔料です。テクスチャーはねっとりと濃密な泡が立つタイプです。洗い上がりはしっとりとしていて、突っ張り感もありません。爽やか系な香りですが、香り自体は少し強いと感じました。使ってみた感想としては、洗い上がりはさっぱりとしながらも突っ張り感はないので、使用感はいいなと思ったんですけれども、個人的には敏感乾燥肌なので弱酸性の洗顔フォームの方が好みでした。続いてこちら、2番ピタッとメイク化粧水です。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 3.98 となっていました。こちらはベルギー産の温泉水が 89% 含まれており、透明感のある明るいお肌に仕上げる効果が期待できます。テクスチャーはサラサラとしていますが、お肌になじませるとかなりとろみ感があるタイプです。なじませた後はベタベタ感もなく、お肌がしっとりとなります。保湿感がかなり高いと感じました。香料が入っており、お花の香りを強く感じました。こちら使ってみた感想としては、化粧水ですが保湿力がかなり高いので、乾燥肌の私にはすごく使用感が良かったです。ただお花の香りが少し強いので、香りがないスキンケアが好きな私はそこの部分だけ少し気になりました。順序は洗顔後に軽くコットンで拭き取ったり、コットンパックをするようにして使います。続いてこちら、2番うるおいチャージエッセンスです。ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 4.30 となっていました。こちらはハスの花エキスを 43% とヒアルロン酸が 20% 配合されているので、お肌の内側まで保湿をしてインナードライの改善の効果を期待することができます。テクスチャーはかなり濃厚なとろみのあるタイプです。水分感がたっぷりとあって、馴染んだ後はもちもち肌となります。朝まで全く乾燥することもありませんでした。お花の香りがほんのりとあります。使
使ってみた感想としては、保湿力が高くベタつき感もないので、朝晩デイリーに使う保湿美容液として使用感がいいなと思いました。順序は化粧水で整えた後に使用していきます。続いてこちら、2番リアルセラミド保湿クリームです。ファエのクリーム部門では現在圏外。口コミ評価は 4.24 となっていました。こちらはセラミドとツボクサエキスが配合されているため、お肌のバリア機能を高めながら鎮静の効果を期待することができます。テクスチャーはこっくりとバターのようなタイプです。スルスルと伸びが良く、重たさもないです。朝まで全く乾燥せず、もちもち肌となりました。香りも全くありません。使ってみた感想としては、今回ナンバーズインのキットを使った中で一番気に入ったアイテムです。ファエの成分表を見ても優しい成分のみだけで作られており、香りも全くありません。順序は美容液や乳液の後、スキンケアの最後に使用していきます。続いてこちら、3番ウルツヤ発酵化粧水です。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 4.06 となっていました。こちらは50種類の発酵成分が配合されていて、保湿、ツヤ、弾力、栄養など総合的にケアのできる化粧水となります。テクスチャーはトロッとした美容液のような化粧水となります。保湿力はかなり高く、馴染んだ後はお肌がしっとりと整う感じがあります。ただバラのような香りが個人的には少しあるなと感じました。使ってみた感想としては、私は発酵系のスキンケアを使うとトラブルが出てしまうことがあるんですけれども、こちらに関してはトラブルが出ることなく使うことができました。また保湿力も高く、美容液のようなテクスチャーなので乾燥肌の方にもいいなと思いました。ただ香料は入っていませんが、お花の香りを感じたので、香りに敏感な方、参考にしていただけると嬉しいです。順序は洗顔後に使用していきます。続いてこちら、3番すべすべキメケアエッセンスです。ファエの美容液部門では現在66位、口コミ評価は 4.09 となっています。こちらはキットを購入する前に現品を購入したものとなります。こちらはガラクトミセスとビフィダ発酵成分が含まれているので、お肌のキメを整えてトーンアップの効果を期待することができます。テクスチャーはサラサラとしていますが、とろみのあるタイプです。馴染んだ後はもちもちのしっとり肌となり、かなり保湿力が高いです。香りは若干の発酵系の香りがありますが、全く強くありません。こちら使ってみた感想としては、使用感が良く、発酵系の嫌な香りがないので気に入っています。長期間の使用でお肌のトーンもアップしたという口コミも見たので、しばらく使ってお肌の変化を見たいと思います。順序は化粧水の後に使用していきます。続いてこちら、3番シルクビューティークリームです。ファエのクリーム部門では現在圏外、口コミ評価は 3.94 となっていました。こちらはキメを整える成分やナイアシンアミドなどが含まれているため、キメはもちろんのこと、保湿や鎮静の効果も期待できるクリームとなります。テクスチャーはこっくりとしているタイプですが、伸びがいいです。伸ばした後はベタつき感もなく、メイクの前でも重たさがないので、メイクヨレなどもなかったです。香りはバラの香りが少し強めに感じました。使ってみた感想としては、バラの香りがかなり強いなと感じました。使用感はいいんですけれども、香りの部分で少し使うのをためらってしまう部分があります。順序は美容液の後に使用していきます。続いてこちら、4番もちもちビームエッセンスです。ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 4.23 となります。こちらはプロポリス 10000ppm とロイヤルゼリーや20種類のアミノ酸を配合しているため、保湿はもちろんのこと、弾力やハリの効果も期待できる美容液となります。テクスチャーはかなり濃厚なとろみがあるタイプです。プロポリスですが、ベタベタ感がなくサラッとしています。プロポリス系は匂いが強いものも多いですが、ほぼ無臭に近いぐらい香りは弱めです。使ってみた感想としては、プロポリス系の中では香りが弱いという部分がとても良かったです。こちらの CNP は香りが苦手という方には、コスアレックスやナンバーズインの4番をお試しいただいてもいいかなと思います。でも個人的には CNP の方が翌朝の張り感や弾力感を感じることができました。順序は化粧水の後に使用していきます。続いてこちら、5番くすみさよならエッセンスです。ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 4.11 となります。こちらはウミクロ梅もどき果実エキスやナイアシンアミド、アスコルビン酸などを配合しているため、お肌のトーンアップが期待できる美容液となります。テクスチャーはトロッとしたジェルタイプとなります。馴染んだ後はお肌がプルンとなり、保湿力もあると感じました。ビタミン系ですが刺激もなく、優しいオレンジの香りがあります。こちら使ってみた感想としては、ビタミン系ですが刺激もなく、使用感もいいなと感じました。さっぱりとしていて人工的な香りもないので、香りがあるのが苦手な方でも大丈夫かなと思います。順序は化粧水の後に使用していきます。続いてこちら、6番おやすみマスクパックエッセンスです。
ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 3.91 となっていました。こちらはアイスランドの氷河水が 63% とヒアルロン酸などを配合しており、こちらを塗って寝るとシートパックのようなスペシャルケアをしたようなお肌になる美容液となります。テクスチャーはサラッとしていますが、とろみがあるタイプとなります。保湿力がかなり高いので 4,5 回たっぷりと重ねて塗ると、その後クリームを塗らなくても朝までもちもち肌が続きました。ただ香りがかなり強いと感じました。フローラル系の香りではあるんですけれども、個人的には少し苦手な香りと感じました。使ってみた感想としては、使用感やテクスチャーなどはとても良かったんですけれども、香りが強いと感じたので、たっぷりと塗るのが少し負担に感じました。香りが強いスキンケアが苦手な方は少し注意が必要かもしれません。順序は化粧水の後にたっぷりと塗っていきます。続いてこちら、7番なでなでグリーンエッセンスです。ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 4.00 となっていました。こちらはノニ、ドクダミ、ツボクサ、ヨモギなどの29種類の鎮静成分を配合した美容液となります。テクスチャーはプルンとしたジェルタイプとなります。スルッと伸びて保湿力もありました。クーリング効果や鎮静効果もあり、お肌が少し落ち着いたかなという印象を受けました。香りも全くありません。使ってみた感想としては、香りもなく、いろいろな鎮静成分も入っていて、使用感がとてもいいと感じました。ただ乾燥肌の方はこれだけでは保湿力が足りないと感じると思うので、この後クリームで一層整えてあげるのをおすすめします。順序は化粧水の後に使用していきます。続いてこちら、8番優しい歯科エッセンスです。ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 4.07 となっていました。こちらはマデカソサイドやパンテノール、 EGF などが配合されており、お肌の鎮静はもちろんのこと、お肌のバリア機能を高める効果も期待できます。テクスチャーはセラムと書いてありますが、クリームのようなタイプでした。こっくりとしていますが、塗るとベタつき感はなく軽い感じがあります。保湿力が高く香りもありませんでした。こちら使ってみた感想としては、保湿力も高く香りもなく、今回試したキットの中ではこちらもお気に入りに入りました。順序は化粧水の後に使用していきます。ついに最後です。こちら、9番ハリケア秘密エッセンスです。ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 4.62 となっていました。こちらは2種類のペプチド、ヒアルロン酸、アデノシンなどを配合しており、ハリ弾力や保湿の効果を期待することができます。テクスチャーはスルッとした乳液タイプとなります。伸びが良く保湿力も高いと感じました。ラベンダーと柑橘系のような香りを感じました。使ってみた感想としては、軽いテクスチャーで使用感も良かったんですけれども、やはり若干の香りがあるのが私的には少し気になりました。また乳液タイプとなるので、乾燥肌の方はこの後クリームで整えてあげるのがいいかもしれません。順序は美容液の後に使用していきます。ではここまでナンバーズインキットで試した全種類の正直レビューをさせていただきました。通常だったら一つのアイテム、だいたい少なくとも 1,2 週間ぐらい続けて使用して、お肌の変化などを見てレビューを作っていくんですけれども、今回は長期間の使用ができなかったため、お肌の変化のレビューについてはできなかった点もご理解いただけると幸いです。最後にナンバーズインのアイテムの中で現品買いしたいアイテムはどれかという部分では、もう少し長期間使用してみたいなという感じがあります。今のところ一番気に入っているものはこちらの2番のクリームが一番使用感が良かったです。購入を検討している方に、テクスチャーや香りの部分など少しでも参考となれば嬉しいです。こちらの動画が参考になりました方は、高評価やコメント残していただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。